ジュシー・ホルミーガは、ブラジルの男性総合格闘家。リオグランデド・ノルテ・シューナタル出身。ノバ・ウニオン、木村所属。UFC 世界フライ級ランキング7位。元州都南米大陸フライ級王者。ジュセイ・ホルミーガとも表記される。8歳から柔道をはじめ、ブラジリアン柔術では、アンドレ・ペデネイラスから黒帯を授与された。2005年に総合格闘技デビューし、 2008年には、州都南米大陸バンダム級王座を獲得した。2012年10月5日、UFC 初参戦となった UFC オン FX5 のフライ級王座挑戦者決定戦で、ジョン・ドットソンと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2013年5月18日、UFC オン FX8 でフライ級ランキング7位のクリス・カリアソと対戦し、判定勝ち。 2013年9月4日、UFC ファイトナイト、テイチェラ VS、ベイダーでフライ級ランキング1位のジョセフ、A、ナビデスと対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。2014年3月23日、UFC ファイトナイト、将軍 VS、ヘンダーソン2でフライ級ランキング13位の、スコット・ヨルゲンセンと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ち。 2014年8月16日、UFC ファイトナイト、ベイダー VS、ストリート、プラでフライ級ランキング9位のザック・マコースキーと対戦し、判定勝ち。2015年5月30日、UFC ファイトナイト、コンデット VS、アルベスで、フライ級ランキング12位のウィルソン・ヘイスと対戦し、判定勝ち。2015年11月21日、UFC ファイトナイト、 マグニー VS、ガスタルムでフライ級ランキング5位のヘンリー・セフードと対戦し、1から2の判定負け。2017年3月11日、UFC ファイトナイト、ベウフォート VS、ガスタルムでフライ級ランキング8位のレイボーグと対戦し、判定負け。2018年2月11日、UFC221 でフライ級ランキング8位のベンウェンと対戦し、 リアネイキドチョークで TKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2018年10月6日、UFC229 でフライ級ランキング2位のセルジオ・ペティスと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年3月23日、UFC ファイトナイトト・ンプソン VS ・ペティスでフライ級ランキング4位のデーブソン・フィゲーレードと対戦し、 判定勝ち。2019年6月29日、UFC On ESPN アンガーヌーヴィエスドス・サントスで、フライ級ランキング2位のジョセフ・ベナビデスと対戦し、TKO 負け。2020年3月14日、UFC ファイトナイト DVS、オリベーラで、フライ級ランキング5位のブランドン・モレノと対戦し、判定負け。2020年6月6日、 UFC250 でフライ級ランキング9位のアレックス・ペレスと対戦し、ローキックで TKO 負け。ありがとうございます。